皆様こんにちは。オーシャニアクルーズ日本地区販売代理店株式会社 T&T の北川龍と申します。本日はオーシャニアクルーズが初めての個人旅行に向いているその3つの理由につきましてお話をさせていただきたいと思います。先日来個人乗船のすすめというようなテーマで、何度か動画を上げておりますが、9月の16日にデビューしました新造船のビスタ、とても多くの事前予約それから本予約をいただきました。この場を借りまして、皆様に改めましてお礼を申し上げたいと思います。誠にありがとうございました。ただオーシャニアクルーズはまだもう6隻、既存の船があるんですね。こちらの航路発表、2023年の航路発表が今週の木曜日9月30日となっております。また今回もですね、1週間の事前予約の期間を設けますということで、私もその日には、すぐに航路の発表いたしますので、皆様にご覧いただきたいと思います。ということで本日はそんなタイミングにふさわしいテーマでお話をさせていただきたいと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。まず最初にこの3つの理由につきまして、もったいぶらずにお伝えしたいと思いますけども、まず1つ目が、ストレスフリーな船であるということ。理由の2つ目、乗船後の追加料金が不要であるということ。3つ目、弊社独自の最強ツールが準備されているということ。この3点です。では順を追って説明してまいります。まず理由の1つ目ですが、ストレスフリーな船であるということ。なんですけれども、ここでの決め手はですね、乗員乗客比率というデータになります。これ聞かれたことのないという方もね、いらっしゃると思うんで簡単にご説明しますと、船には何百人何千人というね、乗員乗客が乗っておりますけども、その比率なんですけどね、一人の乗員が何人の乗客をお世話することになるかというね、単純な比率を出すんですけど、この乗員の中には、船に乗ると皆さんがもうしょっちゅう顔を合わせる客室のアテンダント、レストランのスタッフ、ウェイター、ウェイトレスなどはもちろんのこと、あまり出会うことがないかもしれない、機関士ですとかね、あともちろん船長、シェフ、などね、裏方のスタッフも含めました、スタッフ総数です。それと乗客はですね、その船の、満船になった時の定員数ですね。いっぱいいっぱいの数です。その、割り算になります。ここでちょっと頭の隅に、1対2、乗員1人が、お二人のお客様のお世話するという、ね、比率になる。これ頭の隅にちょっと入れておいてください。では実際に皆さんがご存知の船がどんな数値なのかというのをまず最初にご紹介します。まずアスカ2ですね、まあ、日本を代表する豪華客船ですけども、こちらの乗員数が470人ですね。乗客数が872名ということで、この比率は1対 1.85 になります。続きましてダイヤモンドプリンセス、こちらは外国客船としては多分日本で一番有名な船ではないかと思いますが、乗員数が1100人に対しまして乗客数が2678人、1対 2.43 ですね。こちらに比べますとやや2よりも多くなってますね。最後にクイーンエリザベス、これは客船の方ですね。最近ニュースでよくね、空母の、クイーンエリザベスが、日本近海に今ね、来ているので、その話がよく出ますけれど、で何をしに来てるのか、わざわざイギリスから来てるのかよくわかりません。何か起きるのかもしれませんけど、こちらが1005人の乗員に対しまして、お客様が2081人、比率が1対 2.07、ほぼ1対2に近い感じですね。では、オーシャニアクルーズの、数値はどうなるのかと言いますと、代表的なリビエラで出してみますと、こんな具合です。乗員800人に対しまして、乗客が1250人、比率が1対 1.56 ということで、皆さんがご存知の船よりも、実際にはるかに、2よりも少ないんですよね。そしてこの数値が何を、表しているかと言いますと、サービスの迅速さ、丁寧さ、これととても関係があります。まあ、単純な例で言いますとね、皆さんがレストランに入って、メニューを見て、さあそろそろ注文しようかというような時にですね、パッと顔を上げると、ウェイターと、担当ウェイターと目が合って、さっとやってきて、メニューを控えてくれる。これが、まあ、これの数が少なければ少ないほどね、その流れがスムーズです。で、これがですね、まあ、2を超えて3に近いぐらいになりますと、担当ウェイターを見ても、何かしら他の仕事をして忙しそうだと。
そして手を振ってやっと気がついて来てくれるというような感じなので、待されることなくオーダーを取ってくれるか、ちょっと待っててください、すぐ行きますからというようなね、間があるかどうかというような感じです。まあ、例えばの例ですね。そして先ほど私が申しました1対2という数値なんですけど、ここにありますように、基準値の目安ということで、私が個人的に判断に使っている数値です。これはですね、乗船料金にも比例してきます。これが2を切れば切るほど高くなりますし、2を上回って3に近づくほど乗船料金は安くなりますね。ではこの数値が高いことによってどんな効能があるかということなんですが、一言で言いますと、待たされることが少ないということなんですね。具体的な例で申しますと、レセプションに行った時、これはホテルでいうフロントデスクにあたるところですけど、例えば部屋の鍵がね、開かなくなってしまったのでちょっと作り直しをしてほしいとか、レストランに行った時に、これは朝食ランチなんかですので、その時間になるとずらっと並ぶんですけど、その案内が早いか遅いか、そんな時ですね。それからディナーに関しましてはですね、オーシャニアクルーズは自由席制というものを取ってます。フリーシーティングというんですけど、これ何かと言いますと、さあそろそろお腹が空いたんでレストランでも行こうかということでね、ふらっと降りていってもですね、待たされることなく速やかに案内してくれるという、そういうシステムなんですね。あとは船内で出会って仲良くなった人と、今日はじゃあ一緒に夕食いかがですかなんて言った時も、指定席では制ではないので、4名でも6名でもその人数に合わせたテーブルをさっと用意してくれるという、そういうシステムが自由席制です。ここでも待たされることはほとんどないです。そして特別レストラン、これはステーキハウスですとか、イタリアンとかフレンチとか、アジア料理などの特別な料理のレストランがありまして、ここにつきましては、事前の予約を今受けたまわってます。日本を出発する前にですね、もうね、3日目の、8時がステーキハウスとか、4日目が、7時半からアジアレストラン、もう全て決めてますので、その時間に行けばいいだけですので、特別レストランの場合にも待たされることはほとんどと言いますか、ありませんという具合ですね。次の項目ですが、船内での場所取り合戦が不要ということで、これは乗員乗客比率に特に関係があるわけではなくて、十分な設備があるかどうかということに関わりますね。例えばどんなことかと言いますとね、今日は天気もいいし、午前中はどこにも泊まらないので、本を持ってプールサイドで読書でもしようかというようなことでね、行ってみますと、もうすでに荷物や本やらタオルやらがね、置いてあって、並びでデッキチェアが見つからなかったとかね、そんなことがね、あることもあります。船によりましてはね、そういうことがあるんですけど、そういうことがオーシャニアクルーズはありません。大体どこかしら必ず空いてます。結構ね、寝心地のいい椅子の質も違いますよ。もうすごくいい椅子を使ってますね。次のバイキングの食事なんですけどね、バイキングですから皆さんトレイに好きなものを取って、さあどこに座ろうかなと思って探しても、全然その席が見つからずに、かなり端の方まで行ってやっと見つかるっていうようなこともね、あるんですね。大きな船ですと結構そういう問題に当たるんですけど、でせっかく見つけたら、あ、ナイフとフォーク忘れちゃったなんつって、ね、また取りに行ったりして、大変な思いをしたりするんですけどね。そういうこともなく常に席は空いてます。それからナイトショー、これを見たいときはですね、そうですね、始まる大体、10分前までに行けば、間違いなく、いい席に座ることができます。ナイトショーもとても素晴らしい、楽しい内容のものをやってくれるんですけど、お客様の多くがリピーターで、ショーよりもですね、食事をゆっくり食べる方に、時間を優先的に回したいという方が多いように思います。ここでちょっとオーシャニアクルーズの客層について、お知らせしたいと思いますけれど、英語圏の人たちが、7割から8割ぐらいですね。具体的にはアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどの方ですね。それ以外の3割はですね、日本を含むアジアのお客さん、それからスペイン語圏、ポルトガル語圏といいますか、中南米のね、方たち、これが大体残りの3割を、その時によってもシェアが違いますけど、占めている感じです。年齢的には50代から70代がやっぱり7、8割となりますね。そしてこの3つ目、子供率というね、言葉をちょっと作ってみましたけど、極端に低いです。18歳以下の子供の乗客率は 1% 以下ということなんですけども、リビエラが1250人乗りですので、私もよく乗るんですが、
その 1% っていうと12名、まあ12人ですよね。つまり2桁なんですけど、2桁子供が乗ってる航海に一度も出会ったことがないです。乗船日に船内を歩いていて、小中学生ぐらいの子供を見かけると、あ、今回は子供がいるんだというそんな気持ちになります。通常いないか、いても本当にね、5人以下ぐらいなんですね。というそんな客層です。ですからね、もし、今この動画をご覧いただいている、方がですね、まさに小学生、中学生のお子様2人と、お父さん、お母さんとね、4人で、乗ろうかなと考えてらっしゃるとしたら、オーシャニアクルーズは、の中ではですね、ちょっとマイナリティになるかなと思います。もちろんね、乗船していただいても結構なんですけどね、船の良し悪しということではなくてね、皆さんがどういうふうな旅をしたいかという、そのイメージに合ってる船かどうかということでご判断いただければ一番いいと思います。ただ皆様はその船の航路とかね、料金を見ただけでは、どんな客層なのかってなかなかわかりにくいと思います。これ簡単に見分ける方法がありますので、ここでお知らせしておきたいと思うんですけど、何をしたらいいかと言いますと、皆様が乗ろうかなと思っている船の外観ですね。空撮の写真なんかが一番いいんですけど、これをね、インターネットで調べて見ていただければいいんです。具体的な例をご覧いただきたいと思いますけど、例えばこのような設備、ウォータースライダーがある船ですとかね。これもそうですね、ウォータースライダーがある船。それからここにはバスケットのゴールがありますね。それからこれはね、ジップラインって言うんですけど、この高いところから低いところへ、移動するやつなんですね。ターザンみたいなやつですね。これをしてみたいかどうか。もちろん、してみたいということであれば、この船が、お客様が選ぶ最適な船ということになります。こちらは何だと思いますか？これね、ゴーカート場なんですよね。まあ、私も子供の頃よくね、親に連れてってもらって、何度も何度もこうやった覚えがありますけど、皆さんがこれを今、したいかどうか。ということでね、客層も、これをしたい方が乗るということは当然子供も多いので、おそらく今、ご覧いただいた写真の船はですね、子供の乗客率は2割から多い時3割ぐらいになるんじゃないかなと思います。それに対しまして、オーシャニアクルーズはとてもシンプルです。プールとその周囲にジャグジーがあって、傍らではですね、バンドの生演奏はその国に合った、その海域に合ったような音楽を、静かに奏でてくれたりします。以上がオーシャニアクルーズをお勧めする理由の1番目、ストレスフリーな船であることでした。オーシャニアクルーズが初めての個人旅行に向いている、その理由の2つ目になります。乗船後の追加料金が不要です。オーシャニアクルーズではこれらが全て無料になります。というよりもですね、正確には乗船料金に含まれているということなんですけども、レストランやバーでのソフトドリンク、コーラとかスプライトとかジンジャーとかね、そういうものです。それから客室にある冷蔵庫のソフトドリンク、これも中身は一緒ですね。それとカフェバリスタスというですね、コーヒーを丁寧に入れてくれるカフェがあるんですけど、ここでのコーヒーは、全て無料です。朝6時から夜の6時まで、コーヒー好きの方はもう1日に何回も行くとこですね。アルコールをちょっと入れたりするね、コーヒーもあるんですが、そちらは有料になります。それから寄港地で下船をする際のミネラルウォーターですね。これご覧いただくと分かりのように、オーシャニアクルーズでは、飲み物に関して、アルコールが含まない飲み物に関しましては、ほとんどがお金を払う必要がないということになります。そして最後のポートチャージ、政府関連諸税ですけども、こちらも乗船料金に含まれていますので、例えば2800ドルというね、航路を申し込んだ場合には、2800ドルが皆さんへの請求額で、蓋を開けたらプラス何百ドルというのがついているということは一切ありません。金額イコールもう皆さんにご請求する額となります。ちなみにこのポートチャージというのはですね、日本語ですと港湾使用料というものになるんですけど、皆さんが寄港する際に、その港側が、一人に対していくらというね、チャージをしてくるんですね。大体、船会社が肩代わりといいますか、全部まとめて払うんですけど、それが別立てになっているか、乗船料金に込みになっているかっていうのは、船会社の判断によって違います。海域やその寄港地によっても違うんですけど、大体1週間250ドルとか、300ドルとか、それぐらいがプラスアルファになるんじゃないかと思います。そんな中、唯一別立てになっていますのが、アルコールの料金なんですね。これは飲んだ分だけというとても公平なシステムです。よく、
オールインクルーシブというね、システムの船があって、もう船に乗ったら、もうアルコールはどこで飲んでも、バーで飲んでも、レストランで飲んでも、いくらでも飲めるよという、船がある、そういうサービスがあるんですけど、よくね、お客様がおっしゃるのは、主人はね、お酒が好きだからいいけど、私は一滴も飲まないのに、主人と同じだけ払ってるのは不公平だっておっしゃるんですよね。まあ確かにそう言われれば、もうその通りでありまして、当然その分を、乗船料金に乗ってるわけなんでね、飲まない人にとってはなんか損した気持ちになるということをよく言われます。オーシャニアクルーズはそういうことがございません。飲む方からはもうたっぷりいただきますし、飲まない方からはいただかないという、そういうシステムです。それから船内チップ。これは一泊につき一人16ドル。ペントハウス以上になりますと23ドルなんですけども、これは船内のスタッフたちへの、チップということで課金されます。弊社ではですね、この船内チップを無料に、差し上げるコースも何コースかあります。日本人スタッフ乗船コースの中でも船内チップ無料というコースもありますので、また後ほどご紹介させていただきます。ちなみに旅行中はお酒を飲むのが楽しみだという方に向けまして、ちょっと朗報がありますので、ご案内したいと思うんですけれども、飲み放題プランなんですね。こんなのがあります。ハウスセレクトというのは約1日40ドルで、グラスのワイン、白、赤、白、ロゼ、スパークリング、それからビール。ビールも種類かなり多いですよ。これが、お食事中のレストランで、飲むことができます。また、ルームサービスでも、レストランの営業時間でしたら、部屋に持ってきてもらって飲むこともできます。まあ、こういうプランが40ドルですね。1日につきました。それともう一つ、さらに20ドル追加しますと、この左側のものに加えて、アルコール類とカクテルすべてが、バーでも飲めるということで、例えば、ウイスキー、ジン、ウォッカなどと、それらを使ったカクテルですね。バーは12時ぐらいまでやってますので、もう朝から晩まで飲むことができるのが、このプレステージセレクトです。だいたいこちらのプランで、1日にワイン、ビールを5杯以上コンスタントに飲むなら、このプランはお安くなると思います。そしてさらにここで、秘密の裏技をご紹介、してしまいますが、乗船後にはこのプランを申し込もうという場合にですね、3日目から申し込むのがお得なんです。なぜかと言いますと、初日は皆さん時差ボケもあるし、旅の疲れもあるし、乗船するのも、2時3時ぐらいのこともあると思うので、もう1日の半分がほぼ終わっちゃってますよね。ですからね、もったいないので、初日はゆっくり休みましょうということで、休館日に当てましてね。そして2日目、さあそろそろ体調も万全だということになりましても、ここでも1日我慢してください。なぜかと言いますとね、2日目はキャプテン主催の歓迎パーティーが行われるんですよ。夕方の5時ぐらいから夜の8時半とかね、そのぐらいの時間なんですけど、そこまではキャプテンが皆さんにおごってくれるんですね。ですから皆さんは3日目に申し込んで最後の日までというお申し込みの仕方が一番お得かなと思います。そしてさらに情報なんですけども、オーシャニアクルーズではこの3つの中から1つを選べる、オーライフチョイス特典というのがついてまして、何かと言いますと、その中の1つ、この2つ目にですね、ドリンクパッケージというものを選べるようになってるんですよ。ですから、これを選んでしまうと、これについては料金が発生しないんですね。先ほどの40ドルのプランを、もう乗船日からも最後まで、お金を払わずして、選ぶことができます。お酒がお好きな方にはこれがおすすめです。それ以外に何があるかと言いますと、オンボードクレジット。こちらは10泊の例で申しますと、お一人様300ドルです。お二人なら600ドルが、船内で使える、ショッピングであったり、お酒でもいいですし、ツアーでもいいですし、何にでも使えるお小遣いが、お二人で600ドルつきます。宿泊数が長くなれば、その額ももっと増えていきますね。それから三つ目の選択肢がですね、エクスカーションなんですけども、10泊の例で言いますと、3コース、船が主催する旅行に申し込みをすることができます。これも一応200ドル以内のツアーというね、制限はあるんですけれども、英語のガイドになりますが、寄港地をツアーで回りたいという方は、ぜひこれを選択してください。それからインターネットはもう基本的に使い放題です。ワンアカウントということでね、同じ部屋の方が同時に使うことはできないんですけれど、時間をずらしていただければ、スマートフォンでも iPad でもパソコンでも何でも使うことができます。ただ海の上ですので、衛星回線を使ってますので、スピードはそれほど速くないです。そのスピードの遅さにですね、今自分は船の上にいるんだな、ということを実感していただければ幸いです。
それでは最後、理由の3つ目ですけれども、弊社の独自の最強ツールにつきましてご案内いたします。もう20年ほど前のことになるんですが、クルーズ添乗員という仕事をしておりまして、初めに感じましたのが、船旅の素晴らしさをどうしたら皆さんに伝えられるかということだったんですね。そして皆さんと一緒にこの船の中で過ごしたり、寄港地で過ごしたりしているときに、実際に困るのはどんなケースだろうかというのを、ずっとチェックしてました。何が皆さんの障害になっているのか、何を取り除けば皆さんが個人で船旅をもっと気軽に楽しめるようになるか、これをずっと考えていました。よくお客様がおっしゃるのが、船に乗ってさえしまえばあとはそんなに不安はないんですっていうことなんですね。言葉ができようとできまいと、もう決まった時間にどこへ行けば食事ができるというのも分かりますし、何時からショーというのもね、分かりますし、そうですね、初めての方でも3日で大体それは慣れてしまうと思うんですね。ただね、そういう方たちがおっしゃるのが、行くまでの、その船に乗るまでのところ、それから寄港地、この2つはやはり不安だというふうにおっしゃいますね。ということで、私は添乗員をしながらですね、そこをどうやって埋めたらいいのかっていうのをいつも考えてました。まあ、そんなところから、これからご紹介しますのが、弊社独自の個人乗船のための情報になります。まず1つ目の情報ですけれども、そんな私のクルーズ添乗員時代の経験から、魂を込めた乗船ガイドブックを作成いたしました。船内新聞の見方、重要ポイントなど明確に説明しております。こちらがオーシャニアクルーズの船内新聞カレンツというものなんですけど、様々なことがね書いてありますけど、重要なところというのはですね、これ赤字で示してます。何かと言いますとね、これ、入港が8時、そして夕方の5時半にオールアボードって書いてあるんですね。そしてディパーチャーが6時、要は30分前にオールアボードなんですよ。要は全員船に戻ってきてくださいね、その時間は締め切り時間5時半ですよということが書いてあるんですね。ということでね、この出発の6時、これだけ見てしまったんでは乗り遅れます。出航の準備がありますから、この時間はもう乗れませんのでね、船内新聞で一番大事な項目の一つがこの、出発時間とそれから船に戻ってくる時間ですね。こちらが天気予報ですね。最低気温、最高気温、それから日の出、日の入りの時間が書いてあります。こちらが次のページなんですが、出航の時間に加えまして大事なポイントはもう2つあります。それはこちらなんですけどね、パスポートの携行の有無、港によりましてはパスポートが必要なことがあります。厳格にチェックするときもあれば、ほとんどチェックしないときもあるんですけど、その指示がここに書かれてるんですね。今日は必要です、今日は必要ありませんというところですね。それともう一つがですね、ポートエージェントの情報。で、ポートエージェントって何かと言いますと、その港で、例えば、バルセロナだったら、バルセロナの港に船が着いた時に、着いてる間だけお世話をする、港のスタッフたち、現地のスタッフですね。なぜこれが大事かと言いますと、もし皆さんが何らかの理由で、船に乗り遅れてしまった時、このポートエージェントが非常に役に立つんですね。ここに連絡先が書いてありますから、港に着いたらもう船がなかった時にはここに連絡をすると、助けてくれますというか、実際はですね、そういう方時々出るんですけど、船は誰が乗り遅れてるか分かってますから、出発する時にですね、このポートエージェントに、誰々さん、実はまだ乗ってないので、もうじきもしかしたらここに現れるかもしれない、そうしたらそのお客さんを乗せて助けてくださいねということを伝えて船は出発します。ちょっと余談になってしまいますけどね、船の中ではひっきりなしにその方の名前呼んでるんですよ。ミスターのミセス誰々いませんか、いたら至急連絡してくださいなんてずーっと言ってるんですね。で、その放送が入った時は、あ、これ誰か乗り遅れてるなーっていうことがわかるんですね。で、船が出ちゃってもそれを言ってる時は、あ、これ本当に乗り遅れてるぞということがわかるんですね。そして、外の船のね、窓から外を見てますと、船の脇にあるね、蓋がカパッと開きまして、あ、ということはそろそろ来るぞっていうのがわかるので、身を乗り出してね、見てますと、すごい勢いでモーターボートがふわーっと来ましてね、スタッフがその船の方に手を出して引っ張り上げると。それで結構みんな見てますよ。ベランダ付きの部屋からですとね、もう楽しそうにビールなんかの見ながら見てんですよ。今や遅しとね、来るのを待ってるんですけど。そして、引っ張り上げられますと、みんなで、
口笛吹いたり拍手したりしてね、歓迎してあげるという、まあなかなか微笑ましいシーン。これ皆さん自身がこうなったら困るんですけど、運が良ければそうですね、3、4回に1回はそういうシーンが1週間10日ぐらいの航路乗ってますと出会えると思います。乗船ガイドブックの2つ目なんですけど、船内で使われる英会話、指差しも OK ということで、いろんな状況が船の中にありますから、その場その場でこんな不安というか、まあ、問題点を皆さん変えるんじゃないかなというものを抽出しましてまとめました。これはレストラン編ですけどね、例えば 2名で海側の席をお願いしますというようなことを言うときに、まあ、これを発音してもらってもいいですし、指を指して伝えることもできるようになってます。次が多国籍なスタッフとの片言の会話を楽しんでいただきたいということで、こんな情報も入れております。出身国、まあ、いろんな国のスタッフがいますよね。船はだいたい50カ国ぐらいのスタッフがいますので、その国のスタッフの、その国の言葉のありがとうとおはようございます、この2つだけなんですけども、これリストずらーっとあるんですよ。ほんの一部なんですけどね。カタカナで書きました。もうね、発音はカタカナ発音で十分だと思いますので、例えばフィリピンのスタッフ、もし部屋の担当者がフィリピンの、まあ、セブ島から来たとかマニラから来たなんでね、いうことでしたら、何かしてもらったら、このセラマっていうね、言葉を返してみたり、朝だったら、マガンナオマガと、おはようございます。と、これどう読んでいいかわかんないくてもですね、皆さんが発音すると訂正してくれて正しい発音を教えてくれると思いますから、そんなところからコミュニケーションが生まれて、で夜になってね、これ言うといやいや今夜だからおはようございますじゃないよって、こんばんはっていうことを多分スタッフその方が教えてくれると思うんですよね。まあそんなところからぜひ、スタッフとの、まあ、一期一会を楽しんでいただきたいと思います。次が船内で挑戦しようという項目なんですが、こちらは船内で、あらゆる体験を皆さんにしていただきたいという気持ちから作ったページなんですけどね。時間帯ごとに、いろんな場所でいろんなことが行われてます。それを見逃していただきたくないので、このような形で、表記してます。例えば、早朝、展望デッキホライズンズで焼きたてのクロワッサンとコーヒーを味わいながら、優雅に入港風景を楽しみましょうということで、大体早起きの方が多いですよね。ですからね、部屋でのんびりしててもいいんですけど、まあ1日2日はですね、こういう時間の過ごし方、船旅ならではの過ごし方をぜひしていただきたいと思っております。ホライズンズというのは展望デッキなので、一番前の一番上ですね。入りますとね、もう焼きたてのクロワッサンのいい匂いがもうプーンとするんですよ。そこであんまり食べ過ぎると朝食が食べられなくなってしまうんですけどね。でそれをこうつまみながら、一番前なんでね、ガラス張りになってますので、入港風景がよく見えます。ぜひそこで時間を使っていただきたいということと、見逃していただきたくないので、このような形で皆さんにご紹介しています。ガイドブックの内容はですね、これ本当一部だけなんですけど、もっともっと、いろんな情報が入っております。個人で乗船された皆様が困らないようにということだけではなくて、さらに充実した船旅を味わっていただくためのツールとなっています。日本語のフォローの二つ目としましては、現場で撮影した解説動画をたくさん用意しております。まあ、ここにそのうちの一部を記載しておりますけれど、一度乗船前に見ていただければ、あ、こうすればいいんだなっていうのをね、頭にインプットされますので、現場行った時に焦る必要がないと思うんですね。一度も皆さん目で見て横練習してますからね。ということで、日本人はですね、とても学習能力が高いと思います。一度でもね、これを目を通しておいていただければ、現地で何があっても安心して、対応できると思います。こちらでまとめたものをですね、この上に今リストで貼っておきたいと思います。日本語のフォローの3番目としましては、日本語の全ディナーメニューを用意いたしました。例えばメインダイニングの日替わりメニュー。例えばこんな具合なんですが、ちょっと小さいのでこのあたりだけ拡大してみたいと思いますが、前菜。こちらですね。それからスープ、サラダ。それからちょっとこれ下はみ出しちゃってるんですけど、メイン料理がこの下と、ここと、あります。それからまだ、ジャック・ペパンというね、料理を監修している、有名な料理家がいるんですけど、その方が作る特別メニューっていうのがまたここにいくつかあります。それからデザートと
ということで、これ日替わりメニューですので、その日によってどのパターンで来るかわからないです。ただ全パターンを用意してますので、レストランに行って今日は、今ここにメニューのナンバー7って書いてありますよね。今日は何番メニューなんですかと聞けば、今日はまあ10番だよとかね、18番だよなんていうふうに言ってくれますので、それをページを見るとそれがこのメニューになります。皆さんからよく伺うのはですね、このメニューを見ながら、まあ、出発の2週間ぐらい前になりましたらね、どれ食べるどれ食べるなんて言ってね、これチェックをしてお互いダブらないように、して決めておくと。ですからもうね、レストランに行く前に皆さん大体メニュー決めてるんですよね。で、それを決めるのが楽しいなんていうことをよくおっしゃっていただきます。特別レストランのメニュー、これはフランス料理のジャックというね、先ほどのジャック・ペパン、この方なんですけど、こちらのメニューなんかもしっかりと写真を入れて作っております。それからレッドジンジャー、アジア料理、これとても評判のいいレストランなんですけどね、でオーシャニアクルーズの乗客は、欧米系の人がやはり多いので、このようにね、前菜、スープ、サラダ、メインというフルコースに並んでますよね。で、皆さんこの順番に頼むんですけど、私がいつもね、こう引っかかってる、ちょっと違和感を感じるのが、このスープ、日本だと味噌汁がここにあるんですけどね、前菜の後に味噌汁が来て、またサラダを食べてメインというね、この味噌汁だけを飲むという間が、ちょっとこう、ぎこちない感じがするんですよね。ですから、何が言いたいかと言いますと、日本人用に、和定食。このセットを次回のメニュー改定の時には付け加えようと思ってます。例えば、天ぷら御膳とか、焼き魚定食とかね、そういう形で、メインのおかずと、ご飯と、味噌汁と、まあ、おしんこのようなもの。これが、4皿ぐらいまとめてくるような、そういうメニューも作ってしまおうかなと思ってます。2022年以降に挑戦される方は、ぜひ、試していただければと思います。日本語のフォローの4番目、これが最後になりますけれど、無料の寄港地散策サービスというものを2009年から、ご提供しております。今まで何度もね、これにつきましてご案内しておりますので、詳しくはこちらをにリンクを貼っておきますのでご覧いただきたいんですが、そもそもの発想はですね、個人乗船がちょっと不安だという方、この方たちに、寄港地での過ごし方、それから船内での過ごし方のコツを伝授するというような発想でスタートしました。ご参加は完全に任意です。途中の離檀もご自由です。参加費もいただいておりません。まあ、実費でかかるものですね。交通費とか入場料、入館料などは、お支払いいただいてます。そして最後に、まあ、地元のつまみをね、つまみながら、まあ、ワインを一杯なんていうことを、締めくくりとしてやっておりまして、それを楽しみにされている方がとても多いです。それから先ほど申しましたけど、船に乗ってしまえば安心ということで、その船に乗るまでのところもですね、もし、その日本人スタッフの飛行機と同じ飛行機にしていただけるということでしたら、一緒に行きましょうと。例えば羽田なり、まあ、成田なりね、集合いただいたところから、行きも帰りも一緒というようなことも可能です。こちらも費用は一切いただいておりません。クルーズの添乗員をしておりましたときはですね、私の仕事は、お客様ができないことを代わりにして差し上げるということだったんですね。ところが船旅本来の魅力を皆様に感じていただくためにはですね、そこに私があまり介在してはいけないんじゃないかなというふうに思うようになりまして、もし皆様が、やってみたいけどちょっとわからなかったり不安だったりということがあったら、それを私がしてしまうのではなく、一緒にお手伝いしながら、ご本人にしていただくというような発想に変えさせていただきました。まあ日本で生活してますとね、もうわからないことってないですよね。ほとんどもう何でもかんでもできてしまうのが当たり前になってしまってるので、逆に簡単なことができない自分っていうのをね、すごく皆さん新鮮に受け止めていただけるんですよ。で、またそれを乗り越えた時の喜び、感動、刺激、まあ多分おそらくそういうものが一番ね、旅の楽しみであり、脳の活性化にもつながるんじゃないかなと思って、やっております。まあ、サポートの度合いはですね、皆さんのご希望に応じまして、こう、加減いたしますので、もうちょっと手伝ってよとかね、僕はもうちょっとほっといてもいいから、なんてのをおっしゃってください。では最後になりますが、ただいまご紹介いたしました、日本人スタッフ乗船航路、現在ご予約受付中のものをご案内したいと思いますが、
こちらの赤字が2022年、来年のコースですね。ゴールデンウィークにぴったりの7枠のエーゲ海周遊。ただね、ちょっとこれ、部屋数が少なくなってます。お問い合わせください。それから5月の27日、こちらもエーゲ海、アドリア海。ちょっと欲張ったコースですね。寄港地はとてもいいです。10泊の航路。これはですね、つい最近追加になったコースですので、まだ空室もたくさんあります。そして、7月17日がエーゲ海と、黒海。これ珍しい、非常に珍しいコースです。これも残室わずかになってます。そして秋になりますが、アドリア海周遊の、10泊航路。これもまだ秋はかなりあります。で、このね、赤字の意味はなんですけど、来年の航路ということなんですが、来年は非常に料金が安いです。なぜかというと、この料金を提示したタイミングがですね、まさにコロナの真っ只中だったんですね。船会社もとても弱気でした。その弱気な料金が今もまだ残ってますので、2023年よりも2022年の方が3割安ぐらいで乗ることができます。昨今のニュースを見ておりますと、緊急事態宣言もついに解除されるかというところまで参りまして、また皆さんね、安心されるとこのあたりの出発日であってもね、ご予約を考えていただけるんじゃないかなと思っておりますし、また皆様からのご連絡を、お待ちしております。そして来年、再来年、23年のコース、これついこの間追加したんですけど、新造船のビスタという船でやりますけども、エーゲ海とアドリア海。これ、エーゲ海ばっかりですよね。4つ入ってます。なぜエーゲ海のコースが多いかと言いますと、やはり地中海の海域において、一番のんびりゆったり船旅らしい、気分を味わっていただけるのがエーゲ海だからなんですね。このコースもまだ空室がございます。ちなみにこの再来年の7月5日のコースは、船内チップが無料のコースになっています。で、船内チップ無料のコースは、これ以外にね、日本人スタッフ乗船航路でない航路でもいくつかありますので、ぜひそちらもチェックしてください。もう船旅の経験が豊富でね、慣れてらっしゃるという方はですね、ただ寄港地の情報がわからないということでしたら、ぜひこちらをご利用ください。地中海クルーズ完全ガイド、私は過去5年で50個ほど回りまして、そのうちの上位31個、上位というのは停泊数が多い港ですね。どの船会社で乗っても大体8割、9割ぐらい網羅しているんじゃないかと思いますが、31個の歩き方なども全部、港発着のマップもつけております。変わったおまけがついておりますので、これはお買い求めいただいた方は通常お見せしない動画が見られるようになってます。こちらも皆様の個人乗船のサポートになれば幸いです。以上をもちまして、オーシャニアクルーズが初めての個人旅行に向いている3つの理由につきましてのご案内を終了させていただきます。オーシャニアクルーズ2023年春から秋の航路、9月30日の発表です。そこから1週間は事前予約を受けたまっておりますので、ご希望のコースがありましたらぜひお問い合わせください。個人乗船をするにあたっての疑問や不安など、皆様のご質問にお答えいたします。ぜひ当 YouTube のご登録をお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。